おはようございます。2014年8月12日火曜日6時5分になりました。おはようございます。台風が過ぎて、まあそんなにね、こっちは京丹波町はむちゃくちゃ暑いわけではなかったので、まあちょっと良かったかなと。ただまあね、あっちこっちあれだけ雨風だったんで、まあこの辺だとね、木の枝とかがいっぱい折れて、あちゃこちゃにどちらかってて、してたんですけれども、まあまあね、それぐらいで済んで良かったかなと思いますけれども、まあ地方ひどいとこはね、これからが大変ですよね。あと片付けとか、本当もうその、水に浸かったとこ、床上浸水とかしてるところは本当もう家の中がねドロドロになっちゃうんでね、もうそれ掃除する、片付けるにしてもどっから手つけるのっていうんで、しかもまたお盆なんで、まあね大変ですけども。さて、ですね、今日は IT メディアニュースから見ていきたいと思います。こちらのニュース、なりすましメール安心マーク銀行への導入開始、ということで、このなりすましメール安心マークってなんかややこしいなと思って、単に、なりすましメール防止安心マークとかいう、なんか長年これ意味わかんない、安心マークでええんちゃうのとか思うんですけど、とか認定マークとか、まあ、そんなんでええんちゃうかなと思うんですけども、要は何かというとですね、要はなりすましメールをに引っかからないようにするために、その正しいその金融機関とか銀行、一緒ですよね、金融機関からこう届いたメールだよっていうのをちゃんと分かるようにしようということで、どうやるのかというとですね、これはプロバイダーといろんなところが協力して、でかつ銀行ともこう協力してなんですけども、その銀行から発信されたメールっていうのをちゃんとですね、プロバイダーの方がチェックをして、でウェブメールですね、ブラウザーでログインして使うウェブメールの場合にだけなんですけども、そこに安心マークっていうねのをこう表示するということに、そういうのをですね、サービスをスタートしました。で、それによってそのプロバイダーウェブメールを使っているとですね、でかつそれに対応したプロバイダー、今のところヤフーとニフティとかがなってるみたいなんですけども、ヤフーとかニフティのウェブメールを使っていると、そこにですね、絵が出ないかな、出ない、これじゃ分かりにくいですね。よいしょ、いつかな、もうちょっとこっちか、安心マークっていうのがこの、分かりますかね、ここにあるこんなマーク、これがですね、ウェブメールのとこにこうピコッとこうタイトルの横にくっつくと。でそれによってちゃんと、銀行からのメールだよっていうのが分かるようになっているということなんですね。で特にそのスマホとかタブレットでメールを使ってる人、まあすごく多いと思うんですけども、はもうそのタイトルウェブメールになるん でタイトル見てこうクリックしてから中身確認せざるを得ないわけですよね。でそういう時に中身を確認して、でクリックしちゃってるんで、場合によってはその相手方に、そのウェブメールの場合はオンラインでつながってるから、そんな細かくちゃんと見る前にですね、ついこうクリックしてしまったりとか、スマホとかタブレットの場合ね、タッチしてしまうと、タッチとかタップしてしまうということが起きやすいですね。その電車の中とかでこう見てて、例えばまあその日振り込みしたとか、あるいは振り込みを待ってるとかね、金額入ってくるのを待ってるとか、あるいはなんか銀行に問い合わせたとかいうのがあったりすると、メールをやっぱり意識してるんで、そこにこう自分の使って銀行からのメールっていうのが出たら、なんちゃら銀行とかって書いてあったら、あこれかなと思ってピッてこうクリックしたりしちゃいますよね。で中身見て、
でそのフィッシングメールって大体そのなんていうかな、いやあのパスワードがなんかあの漏洩した可能性があるので確認してくださいとか、なんとかかんとかで確認してくださいみたいなのがね、その出てきて、でそこに嘘っこの URL が書いてあるんですけども、その辺をこうよく見ないと分かんないんですけども、まあ電車乗ってたりしてこう、あもうすぐ降りなあかんしとか思ってて、ついこうねクリックして見てしまうと、そうすると本物そっくりのサイトが作ってあって、ログインを促すようになってて、ログインしちゃうとそこで盗まれるということがありうるんですよね。でそういうふうな、ほんの本当にそのタイミングによってそういう時にたまたまこうクリックしてしまうっていう可能性があるので、だからそれを防ぐために、まあ、今回のはあのウェブメールで、銀行からちゃんと来てるやつっていうのはこの安心マークっていうのをね、表示できるように、あのプロバイダーとで銀行とかが一緒になってやるということになってます。なのでこれ本当にね、こういうなのが今ヤフーとニフティのメールですけども、ウェブメール他やってるところね、どんどんこういうのに参加してもらって、まあ、ただコストはかかると思うんですけども、かつあの銀行とかね、オンラインショップとか、まあ、クレジットカード会社とか、そういったところはこういうのに入ってもらって、でその一つでも多くねこういうのに対応していけば、だんだんそのフィッシングメールを送る意味がもうなくなっちゃうし、送られてもそのみんなが引っかからなくなっていくっていうね、なってくるので、こういうのは本当その広まってくればみんなの中で定着していくので、そうすれば少しでもこういうのが防げるんじゃないかなとね。最近だと何ていうのかな、今だとみんなHTTPS っていうね、あの鍵のマークのつく、ウェブサイトの通信のやり取りとかっていうのがこう徐々にこうみんなが分かってきたように、そういうところの方が安全だよっていうのが分かってきてるように、だんだんこういうものもね、広がっていけば浸透していくと。でこのマークっていうのは政党からのメールマガジンとかには採用されてるらしいんですよ。私もちょっと知らなかったんですけども、ネット運動、ネット選挙運動が解禁になったことによって、やっぱりなりすましメールがね、出てくるので、でそれを防ぐためにそのちゃんとその政党からの、メールだよっていうのが公式のメールっていうのが分かるようにしていたと。でそれを応用して銀行とかにもこう広げていく、まあ本当こういうのをねどんどんこう展開していくことによって、いろんななりすましメールが防いでいくことができるんじゃないかなと思います。まあこういうことをね、少しずつでも広げていかないといけないし、でこれが出てくることによって、今度はねユーザーサイドの方はウェブメールへのアクセスをね今度気をつけないと、その入り口のとこでね引っ掛けてくるやつとかこう出てきそうなんで、今度はそっちをねちょっと気をつけないといけないことにはなるんですが、そのあたりは気をつけましょうという、まあ、いつまでたってもねこういうのにいたちごっこなんでいろいろ起きると思うんですが、まあ、ただまあこういうね、マークみたいなものが広がって、ウェブメールだとこれがついてれば安心というのが広がっていくと、だん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 状況もいろいろ変わってくるでしょうし、さらに一歩進めばそういうプログラムでね、フィルタリングかけることも簡単にできるんで、まあ、はなっからそういう、怪しいメールは表示しないというようなこともできるので、そういう方向に向かっていくとちょっとはこうね、使いやすくなっていくというか、怪しげなやつを排除できるんじゃないかなという気がしますけども。さて、もう6時15分になりました。今日は火曜日ですね。でそろそろ皆さん夏休みとかお盆休みとかで、まあ、台風があったんでね、これから帰省するっていう人も多いでしょうし、まあ、遊びに行ったりする方も多いかと思いますが、ぜひ、ちょっと出遅れた感はあるけども夏休み楽しんでください。そんなこんなで今日も元気にやっていきましょう。ではまた。